皆さん拍手でお迎えください。お疲れ様でした。はい、ではではまず加藤さん、はい、今日振り返っていかがでしたか？いや、まず全国の全の応援してくださる方々どうもすいません、はい全部負けてしまいました。もともとちょっと部が悪いとは思っていたんですが、でも一応前回の前に比べて、前回九郎でプロの先生と対局したバージョンに比べて対して勝率 60% 程度には強くしてきたんですが、あ、 60% 程度、ちょびっとだけ。あ、そうなんですか。まあ、そのくらいしか強くならんのですよ、なかなか。今回準備期間もあまりなかったんでね、短かったとお話しされてましたね。だからお二人の、研究というか勉強というかがすごくて、はい、だから前の調子が悪かったって書かれた方いらっしゃいましたけどそうではなくてですね、プロ棋士の先生方がミスをほとんどしなかったと、はい、いうのが一番大きな敗因だったなと棋士の勝利への執念がすごかったという。すごかったですね。やっぱイベントの規模でだいぶ違ってくるので、モチベーションがそれは私のちょっと誤算というか計算外でして、予想外に一生懸命やってくださって、まあ、おかげでかなり九郎の研究の方は進んだんですが、はい、この打ち方だと、一目半ないし半目も白は負けちゃうよみたいなことも結構分かってきたり、今回の、はい、あれで名前どう忘れしちゃった、九郎研究されてる大橋先生がもう喜んでらっしゃいましてね、はい、趙先生が研究してくださったんで、これは大体あらかた結論が出たみたいな話があって本当にで、あと九郎の興味を持ってくださる方も増えたし、はい、そういう意味では非常に意義のあるイベントだったとは思うんですけれど、今後につながる、はい、とても楽しいイベントでしたね。まあ、見てくださった方々がどのくらい、その、はい、まあ、私ずっと前に張り付いてるんで、このコメントとかどんな放送があったかまだ見てないんですけれど、はい、皆さんが楽しんでいただければ幸いだったかなと思います。はい、どうもありがとうございました。それでは、2勝となりました平田三段、かなり準備をされましたよね。そうですね、準備はかなりしたんですけど、はい、1局目はミスばかりあ、では1局目は負けになるコースも、はい、そうですね、はい、序盤は研究通りに一応進んでたんですけど、そうですね、終盤で秒読みになってあ、秒読みになってミス、もう本当全部ミスですいやだって本当始まってからね、はい、もう当たりみたいなところで考えてるから何考えてんだって僕言ってたんだけどね随分時間を使われてましたね。やっぱり緊張したんじゃない。そうですね、やっぱりもうプレッシャーがすごくて周りからも、もう周りからも、はい、プレッシャーと緊張でもそうだよね、こんなに取材陣がはいいっぱい浅田真央状態では2局目はいかがでしたか。2局目、まあ、黒番がもともと黒番になったらもうこう打てば勝てるんじゃないかっていうのをもう研究してたので、まあ、その通りに進んで、はい、あ、そうですか、はい、やはり一緒に研究されたりもしました。はい、一緒に、一緒に、はい、はい、ではこの2局を振り返って、また機会が、そういうお話が来たらどうされますか。いや、もう他の人に任せます。え、そうなんですかでも大熱戦を見せていただきました。どうもありがとうございました。それでは、趙八段、お疲れ様でした。今日振り返っていかがでしたか。1局目は、はい、1局目をまず振り返っていただけますか。そうですね、1局目は、研究通りに進みましたね。はい、はい、そうですね、1局目はちょっと本当はちょっとあらかじめちょっと練習対局っていうのを大橋くんっていうのがちょっとしたんですよね棋士、はい、の大橋さんですね。棋士の大橋さんが、はい、したので、はい、でそのこう打ってくるのがちょっと分かってたんで、はい、そうなんですね、まあ、でも来ない可能性もあるんですけど、うん、それについて結構研究しましたので、はい、まあ、ちょっと昨日で研究したんで、はい、まあ、その
読み通りに進んだ、研究通りに進んだのがそれが勝因でしたね、はいはい、やはり研究もうそれだけでも禅のことを考えて研究しないと研究通りにいかないですもんね、はい、そうですね。どのくらいの時間費やしましたか？いや結構費やしましたね結構なんだ1日で結構練習対局、はい、結構、はい、7、8時間ぐらい練習してましたね、はい、有限の間で練習対局はそうですか。でも棋士というか人間を代表しての登場ですかいやでも練習対局もすごい楽しかったんですよ、はい、そうですか。ネット碁を打ってても、はい、結構奥深くて、はい、なんか研究すればするほどなんか楽しいなと思いましたね、はい、もうそれだけ禅の実力を認めてるということですよ ね、 そうですね、はい、いや面白いんだよね、クロバンって。そうなんですよ、面白いんですよ ね、 すごい戦い、面白いんだよあれの勉強になりますね、うん、いや僕もね新宿の飲み屋でね、はい、5番を置いてあって9路盤、はい、加藤正夫、はい、まあ兄弟子ですけどね、はい、よく飲みに行った時にやろうっていうわけで、うん、キュール版ね何回かやったことあるんだけど面白いんだあれ、うん、非常に実は奥が深いね、うん、面白い。そうですね、うん、すごい面白い、はい、では2曲目は。そうですね、2曲目はあんまり研究ちょっと白番だったので、白番の方がやはりしにくいところありますよね、研究しにくいので、はい、そうなんですよ。だからちょっとあ、まあ、ちょっと適当じゃないですけど、まあ、ここなら、はい、やっぱり練習対局が大きかったですね、うん、なんか白番だったらこういう打ち方した方が勝ちやすいっていうのがありましたので、はい、そういう感じで打ちました、はい、はい、最後にちょっと質問なんですが、人間対、コンピューターで、まあ、どちらコンピューターが人間に追いつくことはあるかどうかというのをお聞きしたいんですが、もう世界中で全だけではなく世界中で、はい、研究されてますよね、強いソフトが。そうですね、はい、ちょっと加藤さんを目の前にしてちょっと言いたいんですけど、はい、多分僕がまだ生きているうちには多分19路ではまだ人間勝つんじゃないかなと思ってますね。じゃあ9路ではどうですか？9路は多分もうそろそろやばいですねそろそろやばいです、ね、相当研究しないとまずいですね。では今日打ってみて。そうですね、9路はもう、はい、互角、互角、はい、でも、まあ、19路ではまだ棋士の方が強いですけど、まあ、はい、いずれは抜かされる日が来るかもしれないと思います、はい、では開発者の、はい、まあ、私が多分一番専門家なんですよねそうですね、はい、だから9路は確かに時間の問題だと思いますが、19路は難しいですね。なんて言うんだろう、なんか、まあ、とにかくもう一つブレイクスルーが、はい、少なくとも一つ必要だということは間違いないと思います。そうするとぐっと強くなるという。それでどのくらい強くなるか、はい、うんうんうん、今プロと、まあ、4子とか3子とか5子とかでやらせていただいてますが、はい、これまたね9路と同じでイーブンになったらまた頑張って1種目ぐらい強くなっちゃうんですよね、うん、プロってねだから、まあ、実際にはおそらく5子ぐらい強くならなきゃいけないだろうと思いますね。あ、5子も、あ、そうですか。今から、うん、5子強くなるってきついですよね。だからやっぱり2つブレイクスルーということにして、そうすると張先生おっしゃったように我々の世代、我々あたりが目の黒いちゃちょっと難しいんじゃないかとていうかね、はい、僕はねコンピューターは人間と違って、人間ほら綺麗な女を見た時に美しいとかそういう感情があるじゃないですか。コンピューターにはそういうないんですよね多分、まあ、作らない限りは。あ、ですよね、作ればできるんですか？作ればできますけど、それを本当の感情かとかよく分かんないですよ。あ、そうですね、だから その感性がない、生まれない限り人間には勝てないっていうのが僕の理論です。いや私はもうね、お腹が空くことがないコンピューターが人間と会話して腹減ったなって言われて会話続けられるのかとかですね、死んだり痛かったりしないわけですよね、うん、と自然言語理解とかやりますけど会話本当にできるかというとかなり怪しい。それはロボットの人とかもまあ分かってると思います。ただ知的な作業を代行するというその役割に関して言えば、そういうのは逆にない方がいいかもしれない。疲れないとか、僕は迷わない、緊張しない、分からない、はい、僕はそれがないとやっぱり囲碁は無理だと思います。それはその感情っていうか、その美しいとか一瞬見て感じる感性っていうのはやっぱりコンピューターには生まれないんじゃないかなと。欲みたいなのはね、モチベーションというか、うん、そういうのはどうも必要かもしれません。例えば今回その研究されてる、あるいはその
プロの間同士で局後の検討をやりますが、ああいうのをやるとき目的を設定して、例えばこれ半目、あ、これ一目負けた、どっかでその一目稼げないかみたいな意識を持っていろいろやるわけですね、はい、こういうその目的を持っていろいろ検討して、あるいは敗因がどこか分析してそこまで戻してまた別の手を考えるみたいなのは、これ人間しかできない非常にこう高度な機能なんですね。でこれは多分そのやっぱり欲望とかそういうのは関係してると思う。だからその辺あたりは入れた方が、人間と一緒に、もともとそのコンピューターというのは人間を手伝うための道具ですから、そうですね、人間の能力をブーストする、増幅するための、はい、と人間と共同作業をやるというのが、うん、で今ですと人間がいちいち採取しなきゃいけないんだけど、はい、もうちょっと人間の言ってることを理解して、うん、もうちょっと賢く気が利くような、うん、その相方がまあちょっとそのだから、芸能人の付き人みたいなちょっとこうやると灰皿がスッと出てくるみたいな、そういうコンピューターが、ね、できるといいなという感覚はありましてね。そうするとそのこの美しいとかそういうのも何らかの形で必要になる時代は来ると思います、うん、はい、では今日本当に盛り上げていただいた加藤さん、そして平田三段、そして張八段、本日はどうもありがとうございました。